果になりましたので始めたいと思います。シンプリシティオンレイルズ RDB レスト Ruby っていうタイトルで発表いたします。諸橋と申します。 GitHub などでは諸っていうアカウント名を使っていて、最近のサービスいろいろあるんですけど、そっちだと諸はもうすでに取られていて取れなくて困っているんですが、 GitHub は諸ですのでよろしくお願いします。普段は SMS という会社で働いています。で、この会議オンレイルズはじめ Ruby 会議ですとか、あと Rails Girls の年間スポンサーなどを通じて Ruby コミュニティの皆さんと仲良くしたいと思っている会社ですので、よろしくお願いします。今日は、小川大座チームのカットリエさんとか、いろんなところで活躍中の塩井さんとか、あと高田さんが、会場に来ているので、もし会社に興味持っていただいた方いたらお声掛けください。私の今日の発表もですね、その実世界の Rails アプリケーションシンプルにみたいな立て付けで話をするので、本当の本当どうな、なんか今日言ったようなこと本当実やってんのっていう気持ちになる方も多いかと思います。で、そういう方はぜひカジュアル面談とかでソースコード見せろって言っていただければ、まあ、そういう約束した上でお見せしたり突っ込んだ話できますので、ぜひお声掛けください。はい。以上会社の宣伝で、改めまして本編です。今日は、Rails でシンプルに、なんかアプリケーションをシンプルに使っていくっていう時に Rails の機能をどのように使っていくかっていう話をしたいと思います。で、ここでそのシンプルはなんかいろんなシンプルがあるんですけど、シンプルさを少し、定義していくと、そのサービスとしてやりたいことと、実際自分が記述してメンテナンスしていかなきゃいけないコードの差が少ない状態を持って、シンプルっていうのを今日のシンプルの設定にしたいと思います。で、いわゆるですね、複雑さが、偶発的な複雑さと本質的な複雑さっていう概念に分かれて、その技術都合で発生するような複雑さっていうのが少ない状態を一旦今日の目指すシンプルとさせてください。で、ちょうど Rails もですね、Ruby on Rails.org 見たら、コンプレクシティをコンプレスしてくれるっていうことだったので、だいたい Rails もそうするよって言ってるので、Rails がそうしたい気持ちと、僕らがそうしてほしい気持ちっていうのをどうやるとすり合わせられるかなというのが話のテーマです。なので、その効果を最大限得るためには、その Rails が得意とするような設計に、そのサービスでやりたいことっていうのを落とし込んでいくのが、大事かなと思っています。で、Rails が得意とする設計は何かっていうと、やっぱりそのスキャフォールドで生成されるあれが、ヒントになるかなと思っていて、データベースのテーブル構造と画面の構造、特に入力の単位ですね、それを合わせて、そのクラッドしていくっていうのが、Rails が得意とする設計なんじゃないかなと思うんですけど、ここまで聞いて、一定実サービスで使ってる方って、まあ、世の中の普通のサービスってクラッドでできないですよねっていう、気持ちになる。スキャフォールドでやるけど、なんか実サービスそれで持ってっても、もう利用者から見て全然使い物にならないじゃんって言われて、まあそれはそうなんですよ。で、そこのギャップをどう埋めていくかっていうのが今日のその具体的なゴールになります。で、このシンプリシティを Rails のアプリケーションで確保するための時に、一番最初に向き合って、言いたいなと思っているのは、データベース設計するときにイベントエンティティというものを見出すっていうのが大事になると思っています。なので RDB のセクションでこれから話すことのまとめとしては、そのドメインに現れるイベントエンティティなるものを見出して、それをアクティブレコードの弾めにするアソシエーションので、指定するエンティティにするっていうのがコツというかポイントになります。で、じゃあそのイベントエンティティって何かっていうと、そのデータベース設計の時に考え方で、エンティティ、まあ、概ね平たく言うとテーブルですね。テーブルが2種類に分けて考えます。一つはリソースエンティティで、これは物を表すようなテーブルですね。で、もう一つがその今言っているイベントエンティティで、これはことを記録するためのエンティティ、テーブルになります。例えば、カンファレンス登録のERS を考えると、まあ、こんな感じになるかなと思っていて、カンファレンスとユーザーがいて、その間にレジストレーションがあるっていうエンティティ、ERS を考えられるかなと思っています。この中で、カンファレンスとユーザーズは、リソースエンティティです。で、まあ、カンファレンスとユーザーがいて、そいつら、その二つの関係としては、ユーザーは複数のカンファレンス参加できますし、もちろんカンファレンス、たくさんユーザーが来ないと、なんか、
おかしいので、マンツーマンになっちゃうので、まあ、縦板の関係ですよね。で、この縦板の関連を表現するっていうときに、RDBMS の設計だと、定番としては両者を参照するエンティティを導入していきます。で、アクティブレコードでもこの縦板の関連を表現できるんですけど、この時のやりようは2通りあって、このハズメニスルーっていうのと、ハズアンドビロングストゥーメニ、通称ハビタムっていうのがいます。で、ここで大事になってくる観点で、リレーションモデル自体を独立したエンティティとして扱いたいときは、はじめにスルーですと、レールズガイドも言っているように、ここ、その、リレーションシップモデル自体を独立したエンティティとして扱いたいので、はじめにスルーを使いたいと思っています。で、これもその、レールズの、昔からのバージョンアップの、を繰り返し見てくると、一番最初の最初はハビタムだけあったんですよね。で、そこから、だんだんはじめにスルーが追加されていて、その後もですね、そこのスルー族が、いろんな機能強化されて、なんかどんどん便利になってきていますと。で、スルー族のいいところは、今日話す、そのドメインの表現として優れているっていうところもそうですし、技術的、機能的にもですね、そのスルーで、指定するエンティティを、なんか別のところのはずめにするアソシエーションをスルーでも指定できるみたいな、なんか割と ORM これ、なんか本当に動くのみたいなのがちゃんと動いて、だからスルーする、たどれてびっくりするんですが、今日はまあ、ちょっと真面目な話をするので、そういう話は置いといて、イベントエンティティの話をします。イベントエンティティ見出してスルーで指定して叩いたの関連を作るんですけど、これ何か、どういうことかっていうと、実サービスだとですね、このイベントエンティティを作るっていうのが、そのサービスの重要なコンバージョンポイントになっていると、ことが多いです。例えば、そのさっきのカンファレンス参加登録サイトにおけると、そのカンファレンスにユーザー来てほしいっていう時に、その参加登録するっていうのは、すごい大事なコンバージョンですよね。で、なので、すごい大事なんですけど、その割に慣れないと発見しづらいので、これはちょっと意識して見つけていきましょう。で、はい。で、今回の場合は、冒頭に見せたように、カンファレンスとユーザーズの間にレジストレーションっていうのがあります。で、これは何かっていうと、その参加登録した、なんか、カンファレンスとユーザーは単に多々いたのエンティティがあるっていうだけではなくて、レジストレーション、参加登録したことっていう関係性において結ばれているっていうのを、意識して、アクティブレコードモデルとして表現してあげるのが大事ですよっていう感じです。で、まあ実装は多分皆さん想像の通りこんな感じになっていて、でイベントエンティティここで見出すことで、ドメイン上で大事な登録したことっていうのがコードの中に表現できてくるのが大きいかなと思っています。ちょっと字が小さくてすみません。このレジストレーションを見出してない場合に、例えば、登録ありがとうメールを送ろうとするときに、ユーザー、宛先のユーザーと対象のカンファレンスといつみたいなのを、なんか3つセットのタプルとして取り回さないといけないじゃないですか。なんですけど、なんかやっぱりこうなっていると、無理が来ているなっていう目印で、これをその登録したこと、レジストレーションっていうエンティティを一個導入することで、ユーザーもたどれれば、カンファレンスもたどれる、そこに登録したっていう関係があって、いつかっていうと、レジストレーションのクリエイテッド後で表現できてますねっていうので、すごいこう、閉まるんですよね、コードとして。っていうのが、このレジストレーションを発見して、そのドメイン、モデルとして抽出するとできるようになることです。で、さらにですね、まあ、レジストレーションにカラム追加できますね、みたいなの。これが、そのはずめにスルーのアソシエーションを使うときの厳正利益としてよく出てくることで、これも一つメリットです。さらに、後続のイベントの親レコードになる、このレジストレーションに対する支払いが起こ、ペイメンツがクリエイトされたっていうときに、レジストレーションとペイメンツっていうのを RDB 上で関係を表現できるっていうのが非常に大きくて、その、さっきも言ったように、イベントっていうのは非常に大事なコンバージョンになり得るので、ペイメンツが終わったレジストレーションとか、アテンダンスがくっついているレジストレーションっていうのをきちんとデータベース上に表現できるっていうのがすごく大きいメリットになります。で、その登録したこと自体、そのログを取っ、監査ログを取るとかも同じことで、その大事なイベントっていうのをきちんと記録していけます。かようにですね、レジストレーション、イベントエンティティ大事なんですけど、まあ、難しいんですよね。見つけるの難しくて、多くの場合、名前を付けるのがさらに難しいことがあります。
なので、まあ、レジストレーションとか、アテンド、アテンダンスみたいな感じで、動詞の名詞形を使うっていうことが多いですし、どうしても思い浮かばなかったら、その現在分詞、なんとか ing で済ませたりすることもあります。例えば、全然余談なんですけど、アプライを名詞形にしようとすると、アプリケーションになって、辛い。で、っていう、ところから、改めて見返すと、そのレジストレーションっていう関係を見つけて、それをモデル上で、再発見して、コードに表したところから見ると、やっぱりこのサービスにおいてレジストレーションっていうのは大事なんだなっていうのが理解できるっていうのは大きいところで、このアクティブレコードで、なんか実装としても優れた弾めにするを使おうとすることによって、そのレジストレーションの概念を発見できるっていうところが、すごく、なんか、いいことだなと思っています。ということで、RDB のとしては、ドメインに現れるイベントエンティティをちゃんと見出して、それを弾めにする関連のエンティティにするっていうのが大事かなと思っています。で、さて、そのデータベースで今度、そういうレジストレーションテーブルを作りました。じゃあ、それをユーザーはどういうふうに扱うんでしょうかっていうときに、REST の概念を、うまく適用できると、Rails がいろんなことをやってくれて便利です。ここでは、そのレジストレーション、登録することっていうのを REST リソースとして定義して、サービスの機能をそのクラウドで表現していくっていう解き方があり、さらにその延長でそのことを操作させるっていう時のユーザーインタ、ユーザーのから見たアプリケーションの状態遷移っていうのも、そのリソースで定義したアクションへの、リンクの遷移で、それを表現できるので、それをうまく使うと便利ですねっていう、シンプルに作れますねという話が次のセクションです。Rails の気持ちになって、そのルーティング、つまり、URL から、自分のアプリケーションコードへのディスパッチをどのように定義するかっていうのを考えると、まあ、Rails 一貫してリソーシズ使えって言ってるので、まあ、使うのがいいんだろうなと思います。ただ、そのリソースってなんやねんっていう話になり、それを HTTP 経由でクラウドすることでアプリケーションの機能を実、サービスの機能を実現していくっていうマインドセット難しいですよね。で、結果としてそのリソーシーズはなんか、ルーティング定義するマクロみたいになってるんですけど、いらないのがいっぱいあって、なんかこれ微妙じゃない?一個に集約したいよねみたいな気持ちになると思うんですが、今日はそれを無駄なく使う方法を少し紹介できるといいなと思ってます。で、もう一個は REST って RDB の構造をそのままクラッドするんだよねっていう冒頭で言ったようなイメージがあるんですが、それはですね、まあ実際似ることは多いです。なんですが、本質的には別のものだと思うので、似るっていう状況になっても、そっちがなんか、まあ今は似るんだなくらいの気持ちで置いてください。なので、なんか違っていいんだろうかみたいなので逆に悩んだ時に、違っていいと僕は思うので、違うこと自体では悩まないでほしいなと思ってます。で、さて、さっき言ったことですね。イベントエンティティのようなものを、リソースとして扱うっていうルーティング手にはこんな感じになります。なので、レジストレーション、登録することっていうのをリソースとして、宣言しています。すると、参加登録するっていうのは、つまりレジストレーションをクリエイトすることですし、登録内容の確認っていうのはレジストレーションの一件詳細を見る章ですね。ですし、登録内容を更新するのはレジストレーションのアップデートだぞっていう、ふうに言えて、これはもうリソーシズ宣言で一気に Rails が設定してくれるやつです。で、比較として、例えば REST じゃない場合にやると、なんかこんな感じでカンファレンスにレジスターアクションが増えるような実装をしやすいかなと思うんですけど、こうすると、その、いわゆるアクションがたくさんあるタイプのパッドコントローラーになりがちで、これがいっぱいになってくる、出てくると、まあ、あまり偶発的な複雑さが増している状態になるかなと思っています。ということで、登録するっていうことに関しては、さっき見せたように、このレジストレーションをクリエイトするっていうのを、レジストレーション、登録することをクリエイトするっていう抽象化をして、登録を扱えるようになるといいんじゃないかと思っています。で、そこからですね、リソーシーズで定義されるルーティングもう少しあって、ニューとかエディットが生えてくるんですけど、じゃあ、それは何って思うじゃないですか。ニュー、ことをニューするってどういうことかっていうのが、まあ確かに悩ましいんですけど、これまず
っちゃけた話、最初の最初はですね、不要ならまあ使わなくてもいいんじゃないと思ってます。なので、例えばカンファレンス詳細ページの登録ボタンを押すと、レジストレーションズのクリエイトにサブミットするみたいな作りで、シンプルな場合はそれで十分だと思います。が、なんかやっていくとですね、だんだんその登録確認画面欲しいよね、みたいなのが言われてくるんですよね。で、確認画面辛いと思うんですけど、よく考えてみると、カンファレンスのショーから、レジストレーションズの入に、遷移させる。この、登録確認画面って要は、登録をこれから作ろうとする、クリエイトするための、スキーマだったり、必要情報が載っている画面で、これはまあ、ニューなんです。登録の新規登録画面なんですよね。なので、そういうルーティングを使って、確認画面っていうのをマッピングしていくと、その、Rails で勝手にやってくれるところを無駄なく使えて便利です。で、これはなんかさらにどういうことかっていうと、アプリケーションの状態遷移、つまり、自分の作っているサービスが、カンファレンス詳細ページを表示しているモードから、これから登録するよっていうモードに切り替わるんですけど、それを、ページ遷移で表現できているっていうことでもあります。なので、なんかアプリケーションのモードは変わるんですよね。その、登録待ち状態にアプリケーション状態を遷移させるのをどのようにやるかっていうと、このカンファレンス、なんとか開業レイルズ2023レジストレーションニューに、ゲットで遷移してもらうと、なんとアプリケーション、ユーザーから見たアプリケーション状態が入力待ちモードに切り替えてくれる。これがすごい強力なレストの、レストによってその設計をシンプルにできている状態で、Rails はそれをやるといいよって言ってくれてるんですが、なかなか概念として難しくて、あんま流行ってなさそうなので、ちょっと紹介させていただいております。で、さらにもう少しことをリソースとして見てみると、例えばさっきちょっとちらっと言った、有料イベントで、この後ペイメントが必要だっていうときは、レジストレーション、このレジストレーションのにぶら下がるペイメントを入するのが支払いしてねっていう画面で、で、クリエイトするときは、まあ外部サービスに行くことが多いと思うんですけど、そこからそのペイメント、出来上がったペイメントを見ましたっていうのは、お支払いありがとうございましたっていうページになるっていうのは割と自然かなと思います。で、さらに、レジストレーションをキャンセルしたいときにどうモデリングするかっていうのも、これも、ケースバイケースなんですけど、レジストキャンセレーションっていうのをクリエイトするっていう考え方も、まあ、会計とかにおける、その赤電黒電の赤電作るみたいなのがキャンセレーションのクリエイトですし、まあもう少しシンプルな時はレジストレーションをデストロイすることもできる。これは状態によって、なんかどんなレジストレーションにするかによって、このレジス、なんかルーティングだったりフォームの行き先を出し分けるっていうのができたりして、こういう概念で整理していくと、その場合分けするときもなんかレイルズがまずルーティングで場合分けしてくれるので、アプリケーションコードはその場合分けされた後のことを考えればよくて、すごくシンプルになるんじゃないかなと思っています。で、この、ことをクラッドするっていうのの思考のトレーニングとして、僕がレイルズでよく見る慣習ですごい好きだなと思うのは、そのログインやログアウトっていうのが、ログインコントローラーじゃなくて、セッションズコントローラーで実装されているタイプのそのチュートリアルだったり、ライブラリだったりがいて、これがすごい良くて、ウェブアプリケーションにおいてセッションというリソースをクリエイトするとログインできるし、セッションをデストロイするとログアウトする。ログイン画面はセッションニューなのだ、みたいな整理がされているのを見て、ああ、これはいいなってよく思っています。で、これがですね、先ほど、最初の DB と一致してないリソースってありなんだっけっていう時の考える逆の曲になると思っていて、データベースと、まあ、セッションをデータベースに保持することもまあ稀にあるんですけど、まあ基本的にデータベースにないやつがリソースとしてあって、それのクリエイトとデストロイによっていろんなのが表現できているっていうのの豊かさを触れやすいサンプルだと思うので、いいなっていう気持ちが伝わるといいなと思っています。はい。
ということで、レストの話で言うと、そのことのクラッドっていうのことをレストリソースとして定義して、そのサービスの機能をそのクラッドとして表現するっていうことが大事です。で、さらにそのついてくるそのことの操作の状態遷移っていうのも、あのレストのルーティングで、リソースイズ宣言でいろんなルーティング定義されるので、その URL にアクセスすることで表現するってことで、Rails にルーティングとかの難しいところですね、処理のディスパッチっていう難しいところを Rails に任せて、自分のアプリケーションコードはシンプルになるんじゃないかなと思っています。で、なんですけど、さっきの レジストレーションで、登録すること、画面としてのユーザーから見た登録することと、レジストレーションズコントローラーにインサートするそのイベントエンティティのレジストレーションを DB に1件作るっていうのとはこう大きさが違うじゃんね。で、それ違ってきたらどうするっていうのが、もう一個残る、疑問として残ってくると思っていて、そこをですね、うまいこと吸収するために、みんな大好き Ruby があるので、ここで Ruby を活用していきましょう。その時に、何ですかね。その時に、コードが散らばらないように、なんかどういうインターフェースを使うと Rails の支援を得やすいんだっけっていうのを少し考えてみました。で、これが、まあ割とプレインな Rails でその RESTful の入力を映像化するインターフェースです。カレントユーザーが入っていると思ってください。で、レジストレーションをビルドして、クエリパラメータから、あの URL からカンファレンスを引いてきて、でそこでレジストレーションをクリエイトするっていう、まあよくあるアクションですね。で、Rails の気持ちになってこのインターフェースを見てみると、エントリーポイントにアトリビュートのハッシュのようなもの、さっき言って言うとカンファレンスがキーで、カンファレンスのインスタンスがバリューになっているものですね。このハッシュのようなものを渡してマスアサインメントした上で、それでできたオブジェクトにファサードを呼ぶっていうのが基本構造になってます。で、これが、スキャッフォールドで言うと、アクティブレコードベースのオブジェクトを生成するときのインターフェースもこんな感じですし、さらにそのアクティブレコードがすごい便利すぎたので、もっと他の、データベースに関係ないやつでもやりたいって言ってアクティブモデルができたりしていますし、あとはそのマスアサインメントするときにセキュリティの問題がかつて起こったことがあるんですけど、それの対応策としてどうするかっていうので、結局そのストロングパラメータっていう仕組みが今押されて残っているので、やっぱり Rails としてはこのパラムスのハッシュをいい感じに使ってくれという気持ちがあるんだなと、勝手に思ってます。で、例えばですね、さっきので、簡単な拡張として、カンファレンスに登録するときに、尾行だったり参加種別だったりっていう情報を入力可能にすると、なんかこんな、コードになるかなと思っています。まあ、これはなんか、何ですかね。項目増やすだけで簡単なんですけど、さらになんか前後処理が必要な場合がある。例えば対面だったらそのシートあるんだっけみたいなのを引き当てを後からしたいみたいな時ですね。これをどう実現していくかで、一つはまあコントローラーでおもむろにやっていくっていうのも、まあ実際こんくらいだったらまだありかなっていう気はしますけど、まあやってもいいんですけど、今回の話だとアクティブモデルを使ってインターフェースを同じような、レイヤーを同じようなインターフェースの別レイヤーを導入して、それに処理を任せるといいんじゃないかなと思っています。で、インターフェースじゃあ何かっていうと、コンストラクターにアトリビュートのハッシュを渡すのと、そのオブジェクトで入力の妥当性セットの検証ができたり、妥当だったら、その処理のパスワードとなるメソッドを実行して、ひとしきりやるぞと。で、つまり、その Rails でどうするといい、なんか、フォームオブジェクトとかサービスクラスの導入についても議論があるんですけれども、まあそういうレイヤーを導入しましょう。で、その是非自体はいろいろあるんですけど、このアクティブレコード、あるいはアクティブモデルで想定しているこのインターフェースを、保って導入するといいですよと思っています。あとは、実用上はですね、成果物の集約ルート、つまり今回の例で言うと、レジストレーションのアクティブレコードインスタンスが取れるようなインターフェースがあるといいなと思っており、サンプルコードはなんかこんな感じです。まあユーザーが取れてカンファレンスが取れるこのレジストレーションフォーム、まさに登録フォームを表すオブジェクトですね。これが、導入されてコールを呼ぶといろいろやってくれる。で、
こっちのレジストレーションフォームの実装もこんなイメージで、まあ、中身はおおよそさっきのコントローラーをまるっと持ってきたようなものですね。で、じゃあこれ導入してなんか意味あるの、コントローラーとの違い何っていうと、これはですね、おおむね普通の Ruby オブジェクトなんですよ。で、まあ、アクティブレコードモデルを、アクティブモデルを使っているので、まあ、プレインオールドではないとは思うんですけど、とはいえ、まあ、普通の Ruby オブジェクトの範疇として扱えるかなと思ってます。で、コントラクターにアトリビュートのハッシュを渡して、やりたい処理のパスワードを実行するみたいなので、終わっている Ruby オブジェクトで、そこからさらにそのパスワードの中身が複雑になるんだったら、そこはもう Rails と、Ruby として複雑さに向き合えばよくて、その時にアクティブレコードがあるのは、すごい便利ですよね。で、普通の Ruby オブジェクトなので、まあ自動テストも書きやすいです。これもまあなんか R スペックでもテストユニットでもそこに関して、そのレイヤーに関しては好きなのを使っていただくのがいいと思うんですけど、この処理全体で言うと、セットアップは、コンストラクターにアトリビューズのハッシュを渡すし、実行の部分はパスワード呼び出す。で、あとは結果の検証をちゃんと Ruby のテストコードとしてやっていくことで、きめ細かいテストが書けるんじゃないかなと思っています。ということで、さっき言ったそのことをクリエイトする、レジストレーションリソースをクリエイトするっていうのと、レジストレーションのレコードに印刷するっていうのの間に、いろんなことをやるんですけど、それはいいのかっていうと、いいんですよ。むしろやるべきで、それは、リソースとしての流度と、レコードとしての流度は、同じような名前であっても違っています。でリソースの流度っていうのは、リソースのクリエイトっていうのはサービス利用者の考える登録することっていうのを表していて、そこでやっているそのレコードをインサートするいろんなことをラップしたフォームオブジェクトが、あるんですけど、そいつは Ruby でできているので、好きなようにこねていけるはず。で、違和感が出てきたら Ruby なので、うまくいくように抽出しましょう。インターフェースのエントリーポイントが一緒でファサードがありますねっていうインターフェースがあれば、その範疇でいろんなリファクタリングができていくんじゃないかなと思っています。さっきのと同じようにですね、その今私の今日のサンプルでは一つのフォームオブジェクトに入れたんですけど、だからやっぱメールはね、コントローラーで送りたいんですよ。こういう理由もあってっていうことはきっとあると思います。で、それは分析が違ったり、そのサービス進んでいくに従って、そのユーザーから見た登録するっていうのがだんだん変わってくる可能性はあるので、それこそ書いた当初は良くても、だんだん変わってくることがあります。で、その時もやっぱり Ruby なので、みんな Ruby 好きだと思うので、リファクタリングしていきましょう。リファクタリング。インターフェースを変えずに、振る舞いを変えずに、インターフェース、外から見たインターフェースも変えないで、中の実装を専念していくっていうのを継続的にやっていくために、このインターフェースを意識するといいんじゃないかなと思っています。ということで、Ruby のセクションには、こんな感じで、RESTful のフォームからやってくるのと、データベースっていうのは、流度が違います。この間を、埋めるためのロジックっていうのを Ruby で表現して、その時のやり方として、その Rails が提供するこういろんなインターフェースですね。まあ、アクティブレコードっぽいインターフェースっていうのを思い描いて、継続的にその変化に対応して、変化に追随して、変化をうまく扱えるようにしていくっていうのが大事ですという話でした。ということで、今日のシンプリシティの話、Rails アプリケーションをシンプルに保つ話を RDB、REST、Ruby っていう3つのデフからお話ししてきました。で、Rails の、こういった僕の考える Rails の気持ちっていうのがこういう感じで、これに沿うことでシンプルに実装できるんじゃないかなと思っています。っていうのが、イベントエンティティを見出して、それを RDB に表現して、で、はじめにするようなアクティブレコードモデルとして、そのリソースエンティティを一級のオブジェクトとして扱います。で、そこでイベントエンティティ、見出したイベントエンティティをそのきっかけにして、それをことのクラッドというふうに表現して、それをRESTfulなリソースとして扱います。で、そのクラッド、あるいはニューやエディットっていう、その REST のそのページ遷移を使った状態変、遷移ですね。表現っていうのをうまく使って、そのリソースのクラッドでアプリケーションの機能っていうのを設計していく。で、その時、で、その上で、コントローラーに処理がやってきてからそっちっていうのは、アクティブレコードっぽい、あのインターフェースすごい
よくできていると思っているので、それを使って、いろんな Rails のその何ですかね、アクティブレコードだったりアクティブモデルだったり、いろんな便利なアクティブサポートだったりのいろんな便利なライブラリの機能を使って、作り、まあ、Ruby で、まあ、Ruby 自体もすごいいろんなことができる良い言語なので、そういうのを活かして、継続的に開発リファクタリングしていくっていうのが大事だと思っています。こういったことがうまくできると、その Rails の機能を活用して、偶発的な複雑さっていうのを低減し、で、サービスはどうしても本質的にも難しいと思うんですけど、そこの複雑さに、をだけに対してちょうどいいシンプルな実装をしていけるんじゃないかという発表をさせていただきました。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。